わっさっ、やじまるです。そしておっさむです。お願いします。はい、ということで今日はですね、サムさん、ボスファイト久々にやっていこうと思います。よいしょよいしょ。まあ今日はいけるとこまでやっていこうかなという感じでいいですね。なるほど。はい、まあ編成こんな感じなんですけども、まあ、この編成はですね、ケノさんっていう、まあ、YouTube をやってる人がいるんですけど、YouTuber ではないね、いろいろなんか動画を投稿してる方で、その方がですね、ボスファイトのなんか一番強いレベルをクリアしたっていう動画があって、その編成がコレット、ベル、なんだっけこいつ、8ビットか、8ビットだったんですよね。はい、はい、なんでそれをちょっと参考に今日やっていこうかなと思います。パクったってことですか？パクりました。え、でも編成の紹介って感じだとプレイだったから、なんか細かいそのとことかはまだちょっと分かってないんで、まあ勝てるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあぜひとも参考にしてみてください。よろしくお願いします。はい、はい、ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、いきますよ。レッツゴー。はい、ということでやっていきましょう。これレベル8かな、8かな。はい、ちょっとさっきいろいろ練習しながらやってたんですけど、コレットは一応スタパワーのシールドの方で、ガジェットはこの回復の方ですね。いやー、まあ回復がね、思ったよりマジで強い。いや、一発で全回復するからね。ビビったね。はい。まあ、多分今このスタパー違うんですけど、8ビットの火力の方ですね、スタパーは。基本的に。のがいい。うん。パワー今いくつだ ?9 だっけ、サム。9ですね、これ。はい。9でもまあ、割と戦えてる感はあるよね。そうですね。まあ、コレットは高い方がいいかなって思うけど。そうだね、コレットが、キューブを取っていきます。基本的に。だからコレットは高い方が絶対いい。うん。で、ウルトは、まあ、キューブを取りに行く時とかに使えるって感じかな。まあ、なんか、よく、そうだよね。あと、どんどん使っていってっていう感じですね。あと、雑魚処理とかも、コレットのウルトでやるといいかもしれないです。大丈夫そう？死にそうだ。これさ、あ、やばい、引っかかった俺。危ない。どう？あ、やべ、どうぞ。いだ。いで。危ない危ない。で、ギアはちなみに、うん、結構強い。ギアはちなみに俺、ヒールとパワーギアにしてます。え、多分全員それがいいかな、持ってロボットファイトはそうなのかな。そうっすね。オッケー。で、ベルの紹介するの忘れてたんですけど、ベルは、まあ、何が強いかっていうと、まずこのウルトね、永遠に張り付いてるのが強い。これが強いのと、倒していこう。よし、OK。え、下にもう一個。もう一個あるね。ボスを重ねつつ、まあ、雑魚処理みたいな感じで。やばいこれ当たる、危な、当たらなかった。左のちょっとキューブ取りに行きます。はい。そうだね。8ビットの説明した方がいいですね。だ、じゃあしてください。パムよりビット。ああ、じゃあ。がうん、じゃあしてください。はい、ね、パムよりね、ビットの方がね、いい理由はね。まあ、パムは回復できて結構強いなって最初は思ってたんですけど、はい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 、レベルが上がるにつれてボスの攻撃がね、はいはい、上がっちゃうんですよ。だからそのボスが怒っていくとマジで勝てなくなっちゃうの。うんうんうん。でそうなった時にパムの回復も強いんだけど、まあ、火力でゴリ押して早めに倒す、それがねやっぱね大事かなと思いました。ありがとうございます。いや、本当にそうなのよ。ちょっと待ってね、これ。で、キューブはなるべく一人に集めましょう。そうですね。でもなんか、はい。まんべんなくやっても、絶対俺らは死ぬ。誰かは死ぬんで。そうですね。一人が強くなった方がいいという感じで。死ぬないからね。雑魚処理がさ、めちゃくちゃいい感じだ、コレットだと。一発で死ぬ。怒っちゃう。大丈夫。ごめんなさい、ごめんなさい。全然余裕ですよ。そうだな。俺らも初めてじゃないですか、怒るの。え、そう？そうだっけ？怒ったか。うん、多分怒ってた気がする。やばいやばい。ヤクさん死んだら終わり。回復します、回復します。これが強いんですよ。これマジで強い。オーケーイ！いや、本当に強い、これ。火力いる。火力もえぐいし。次、9ですね。
いやでも40秒なら倒せますねこれ。いけるね全然。オッケー。うわー難しいなこれ。オッケー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 。次は10。これ10か。オッケー。いけるね。やばい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 。あやばい。やばいって。あガチ死ぬこれ死ぬ。本気で死ぬ。本気で死ぬ。ちょ待って待ってマジでやばいマジでやばい。これ。もう死ぬ前に殴るしかない。なあ。一発。もうまく避けて5、4、3、あとちょっと2、オッケー。ありがとう。あぶねーあぶねー。よしちょっとやっぱヤクサ死んだら終わりだなこれ。いやマジそう、なんか予想外の動きが来る。ブロスじゃないからな。うん初心者で俺ら初心者言うたら初心者、あのレベルで勝ってるまである。いやまあ9だけど。あ、そっか。でもあんま関係ないのかな、やっぱ。俺が高いのは大事だけど。サムがさっき言ってたように。まあでも、まあコレット伝えとけば感じするな。うん。まあでも、スタパは変えた方がいいかも。やばい危ね取るとこだった。ああ、いいよいいよ、全然。あこれはね。初手かな。やっぱ俺多分雑魚ダメだわ、攻撃したら。なるべくこうやって、なんだろうな。やってかないとダメだわ。ウルトもなるべく重ねたいです、ね、うん、本当にそう。まだ多分死なないから。で、レーザーって分かったらくるくるって回った方がいいね。あー、そうですね。うん避けるようにか、まあ、許容するか。いや、ミサイルうぜー。これ多分ウルトを自分で使った方がいいな。ビット行った方がいいわ。そうだね、ヘイトを買うあれでもいいから。まあコレットにも渡せたらみたいな。うん、いやマジでそう。いや本気でむずいこのゲーム。何これ。あ、ごめんミスった今。本気でミスった。割と運も絡むからな。あーそうだね、絶対そう。ミサイルの運とか敵脇の位置とかミサイルのうんちとかね。さあそしてさあそしてってなんやねん。いや攻めないとなって一回考えて。オッケーオッケー。なんか向き変えた感ある。ちょっとテクニシャンみたい。おいおい集中しよう。集中はさっきより順調な気がしてきた俺。さっきよりロボット攻撃してるから。でも今回は割といい気がする。うん、やっぱねキューブを落とさせるっての大事だね。やっぱそうですね。またウルトがいい感じに決まってるわ。おやばいかも。危ねえ回復できるこれ。あーしよしよし、今のは結構うんがいいよ。どんぐらいのダメージで判定なんだろうこれ。ちょっと待ってね。ラッキーラッキーラッキー。ぐるぐる回れてんのでかいな。うん、ここめっちゃラッキーすぎる。走っと、オッケーオッケー、でかいでかいで、マジでかいマジでかい。これ回復しよう。オッケー。あ、やばい、なんで俺が狙ってる。あ、危ない。うん、ザコにウルトを使ってってよ。オッケーオッケー。いいよ、避けていく。うまくなってきた。にゃーちょっと、いやまあ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 、やっぱこれ当たる俺。あ当たるね。おいちょっとやばい。うし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 。まだまだ、ここまではね、そう、ね、まだ壊されないからね。いいよいいよ。やばいこれ。あ怒った怒った。危ねえ、走っていってよかった。ナイスナイス。走っていった時はやっぱキューブ回収と回復したいですね。いやそうだね。これ当たる、これ。オッケー当たんない。あ壁になった。ナイスいい壁。いい避け、いい避け。お？ウルトたまんないな。あ、引っかかった、引っかかった。あ、死んだ俺。オッケー。もう円が見えたら死ぬ。まずいじゃない。うっわ、うっわ、うっわ。回復さまさますぎん。いやー、ちょっとやばいなこれ。やばいこれ死ぬ。あぶねー、やばいこれ。待って、やばい。使う、使う、使う、使う。おー、ナイスナイス。ミサイルってどんくらい入ってるこれ。で、3000いくつとか。オッケー。いや、俺が引いて買ってるよ、これ。やべ、ミサイルに突っ込んじゃった。金来た、金。やばいな。
金も一発、金も一発でも。キューブとって、一発いくら入るんですか、それ。結構入ってるよ。え、3万ぐらい入ってる。うん、3万ぐらい入ってる。え、めっちゃ強いね。勝ったよ。オゲーイ、すげえ。最後、最後逃げない方が強いね、マジで。なんか、ガンガンキューブ取って攻撃したいわ。うん。あ、回復できないかも。あー、無理だ。ガチかー。え、ちょっと悔しくない？うわ、悔しい。むず、なんか、めっちゃむずいんだけど。で、ラストで。いや、ゴリゴリの難しさ感じるな、これ。マジラストですね、これは。マジラストっす。なんだろうな。あそこ、だウルトの使い方とかかな、やっぱ。いや、そうですね。逃げっていうか、うん、雑魚処理に使ってもいいかもしれない。え、なるべくね、俺、ボスは絡めてないよ、実際。でも、そう。じゃあ、ボス避けるわ。避けに使おう。で、雑魚処理で使おう。オッケー。それ優先で。レーザー避けと。うん。レーザー避けと。よしよしよし。早めにでもこっちに連れてきたいな。ここでちょっと戦いたくない？そうですね。うん。あ、オッケーオッケー。でもやっぱ、時間との勝負な感じするな。本当にそれ。うん、この輪っかにいたいんだけどね、本当は俺。いや、ちょっとなんかね、ちっちゃいから、うん。ちっちゃいよ、こいつ。理由がわかんないけど。この8ビットのさ、ウルト、ちっちゃいよ、なんか。あ、これやばい。バグかもしれないな。近寄りたい、俺、近寄りたい。なるべく近寄りたい。オッケー。バグだね。キューブ4か、なんか少ないっすね。なんかね、もっと俺近寄りたいよ、本当は。あ、でもこれでいいんちゃう、ほら。お、危ない。こんな感じ。まあ最初別に突っ込んでもいいですうん。いや近いな俺。雑魚にウルトを使いて、そうウルトを雑魚に使うっていうのがね大事ですね、やっぱ。ノ、いやこういうのもね、そう絶対ボスでよかった今。ここでこうじゃない、当たんなかった。オーマイガー、オーマイガーすぎる。いいで。いやガチきついなこれ、まあ、回復できるときはしたいですね。うん、その判断が難しい。よしよし、やばいこれ危ない。あでもヘイト買っていく。まだね、なんか腹立ってくんなこれ。マジ難しい。どこどこどこボス。残り1分ですね。いや怒るまで。うん。俺がさ、こんな感じ。危ない危ない。いや、むず。俺が死んじゃった。マジでむずい。ウルトむずいな本気で。ここでさ、リロード使っちゃうじゃん。そうですね。マジで難しいわ。うん。あ、怒ってしまう。オッケー。ミサイルでも直撃しなきゃ大丈夫だな。そうですね。オッケー。あ、直撃してる。いや、オッケー。意味がわかんないわ。8ビットはきついよ。いや、オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと待ってね。あ、まあでも激怒するまでだったら、うん、やばいから、まあ、ちょっとだけ、危ね。いやこの辺になるとマジで雑魚が強いからな。うん、頑張れ。オッケー、光っていく。やばい、どこ。ちゃんといた、いた、いた。オッケー、オッケー。右に行こう。オッケー、ちょ、オッケー、オッケー。めっちゃいい、めっちゃいい。お、ゴールデン？ゴールデン来たね。オッケー。あ、でも30個あれば。うん。めっちゃ入るんじゃないですか、軽く。え？使う、使う、使う。あ、いけるいけるいける。あ、いけますね、これ。うん。だいぶ入ってる、だいぶ入ってる。オッケー、オッケー。なんかもう30個まで来ればもうだいぶ安心感ある。あるね。オッケー。いや、これちょっと、もう一回やんない？もう一回やんない？いけそう。いきますね。うん。ちょっと分かってきた。いや、ダメだな、これ。やり直したらいいんちゃう？これ。これは無理だ。いや、悔しい。
あんまでも変わりはしないっすね。おぉ、こういうのよ。いや、いやだよなぁ、なんだかなぁ。体を言っとくか、体張って都心って無理だわ。あ、もうね、無理だわ。あぶねえ、なんか俺なん、なんで、え、なんで生きてんの俺の鍵、今マジナイスじゃん。いやこれでもちょっとウルトたまって一掃したいな。いやそうだね、オッケーオッケー。あー、やばい。はい、ということで終わっていきましょう。まあこんな感じで、よかった。いやでもパワーはおそらくそこまで関係ないと思うんですよ、俺的には。でコレットっすね。うん、ほんとコレットだけだと、思いますので、ぜひとも皆さんやってみてください。はい、はい、ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おいしょー。サムのチャンネルリンク下の概要に貼ったんで登録お願いします。おいしょー。あります。皆さんそれではバイバーイ。